俺の区間は LWM。はい、どうも、スコルです。今回はですね、まあ、その前回とか前々回の動画で、まあ、僕がですね、影の代理人の M4 が金枠になるよっていう動画を出したと思うんですけれど、まあ、その中で、まあ、その、こんな感じの見た目ですよっていうのを話したと思うんですが、仕様については、まあ、ちょっとざっくりとしか話してなかったんで、まあ、今回その辺についてまとめていこうかなというふうに思います。それでは、やっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、まあ今回ね、影の代理人の M4、まあ金幕になっているという風になっているわけなんですけれども、まあ結構皆さん思ってるのが、入手手段があるのかっていう部分なんですよね。これに関しましては、ないです。今回この今映ってるキャラクター、いつもその僕が PC 版で映してるキャラクターとは違うなって思うでしょう。いつもは JP で、これ今回グローバルなんですよね。で、ちょっと見ていきますが、まあショップの方ね、このキャラクター影の代理人持ってないんですけれど、ここ一回 M4 にして、M4 にすると、こうやってね、影の代理人は一覧の方にないという形になるんですよね。まあ持っていないとショップには表示されないアイテムとして影の代理人は存在しているという風になるわけなんで、まあ基本皆さんですね、影の代理人は現状での入手手段はないという風にですね思っておいていただけると嬉しいですね。まあチケットショップの方とかにも、まあ、一応存在しないという風になってますね。はい。なんで現状では入手できんですね。でプラスまあガチャとかの方にもまあ入っているのみたいな感じの、まあ、コメントをいただいたんで、一応ガチャの紙見ていきますが、まず電動の方ですね。まあ電動はまあ元々入ってないんで当然ねないという風になってますね。まあバトルパスの復刻ガチャの方に関しましても、まあもちろん入ってないっすよ。で、プラス当期限定の方のガチャも、まあこの間実装されましたけれど、まあ入ってないっすよ。金箔アイテムとして入ってはないという風になってます。トレーニング物資の方に関しましても入ってないですね。まあ元々入ってないですからね。パックの方にももちろん入ってないですね。これもまあ元々入ってないからですね。で、常設の栄光物資の方にもまあ入ってないですね。こちらの方にも元々入ってないからですね。同じことを何度も言うようで、申し訳ないんですけれど、まあ、入ってないっす。で、プラス高級物資の方ですね。高級の方にもこれね、まあ一回消されてるんでわかるとと思いますが、まあ当然ね金枠の欄はないので、まあ入っていないという形にまあ現状はなっているという具合ですね。まあですので、まあやっぱりね現行での入手手段というのは存在しないと、その辺ですね。まあ覚えておくといいと思いますね。まあ一応持っていなくても銃器収集の欄から M4選んで、ここからね、影の代理人の方は確認することができると、こんな感じの見た目ですよってのは確認はできますので、まあ、もしもどうしてもね、見たいなっていう人は、この銃器一覧の方から見ていくといいと思います。まあ実際その見た目っていうのも、銃器一覧の方から、展示の方からですね、確認はできますよっていう風な、まあ公約行動運営アナウンスはされておりましたので、まあ現状はそんな感じと、入手手段が明記はされていないので、まあもしも持っていない人は残念だなと。まあ、ただ今後ですね、その入手手段というのが、まあ、実装されることも、まああるかもしれないですし、まあ今のところこの PC 版アップデートの方で実装されていないだけで、スマートフォン版アップデートが来てから実装されるという可能性も、まあ、なくはないと思いますので、まあ、そこら辺期待してみてもいいかなというふうに思います。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね、サイがぶっ壊れていて草と、めっちゃ壊れてますよ、今回、サイが。PC で全然そのしていない人が、すげー勝てるレベルの武器になるのがサイがで、これもしもね、スマホに来たらやばいっすよ、皆さん。まあ、唯一その、ちょっとね、離れていると倒せないっていうのがあるんで、まあ、あれなんですけれど、まあ、近距離で、戦うみたいな、そういう状況を常に作り出しておけば、最後はね、もう適当に振ってりゃ敵倒せるっていう感じになるんで、もうぶち壊れ装備ですね。まあ、ショットガン基本なんか頭に当てればワンパンっていう風な設定になってるんで、そこら辺ね、やっていくと、中心のエイムの点あるでしょ、あそこで、まあ、頭当てると、基本ワンパンになるんですよね。弾ブレがなければ。まあ、なんで、それ狙いながらメンスやっていくと、めちゃくちゃね、強い武器になると思いますね。まあ、フルオートだと撃てるのもやばいよね。それが本当にやばい。適当に撃っときゃいいもん。ショットガン結構ね、苦手だった人って、一発そのちゃんと当てないといけないっていうのが、すごいそのプレッシャーで苦手っていう人が多かったと思うんですけれど、そんな戦でいいですからね、適当になんかババババーンってやっとったら死ぬんで、めっちゃ強いですよ。で、次ですね、オレンジ10チケットが足りないと、足りなくなりますよね。次その拡張段階が多いスキンを、もしも僕が拡張させたら、オレンジ10チケット、もう全然足りなくなってきますね。皆さん、どうしますそこら辺なくなったら。まあ、僕は高級回そうかな、みたいな。まあ、高級のオレンジ枠の重機スキンは、まあ、長くやってる分ですね、まあ、ほぼ持ってるって感じになってますんで、まあ、そこら辺を被せてうまくチケットを作っていければなっていう風に思ってますね。そこ持っていない人は結構厳しいっすよね。あと、影の代理人も拡張させるかさせないのかっていう、どうしよっかなって悩んでるんですよね。まあ、コラボレーション待った方がいいっすよね。多分30日、影の代理人の方でですね、実装されると思うんですけれど、いやー、コラボ重機スキン拡張してな、みたいな、個人的に思っていて、まあ、M4 はね、僕、フィギュアのやつあるからですね。まあ、なんで、そういう意味でも、M4 いらんからですね、どうするといいですか、皆さん。結構なんか、なんだかんだ M4 も、この間の新春とか、まあ、あとは、進撃 M4 拡張させたりとか、まあ、そういう人も多いと思いますし、結構ね、選択肢っていうのが広がってきて、
て悩ましい限りですよね。まあ、そこで悩めるっていうのが、まあ、本来のなんかゲームのいいところだなっていうふうには思うんで、大事ですよね、そういう要素。まあ、そういうなんか、まあ、オレンジ10チケットが作りづらくなってきている状況になって、まあ、むしろその、今回その新しい栄光とか実装されましたけれど、まあ、そういうところに、今までは全然なかった、ダイヤガチャのオレンジ10を入れてほしいっていう感情がちょっと湧いてきてるっていう、ちょっとわかりませんか、それね。もしもその、新しく実装された栄光ガチャ、期間限定の栄光ガチャに、まあ、その、常設のダイヤガチャに入っているオレンジ10が実装されたら、もう今むしろ嬉しいまでありますもんね。そのレベルで、まあ、オレンジ10チケットってのは枯渇してきているっていう。まあ、でもこういうの大事っすよね。で、次ですね。この動画と関係ないけれど、通常マッチの人を増やしたいんだったら、バトルパスのポイント上限撤廃しろって思ってると。ああ、なるほど。結構でもそれ、割といい案ですよね。まあ、例えば、まあ、通常マッチの方ですね。残り10名の段階まで生き残っていれば、まあ、戦闘終了後にポイントがまあ、その順位に応じて10ポイントとか20ポイントとかもらえますよ、みたいな風になっていたら、ちゃんとその通常立ち回る人ってのも増えそうだと思うんですよね。なんかすぐ車でブンブンして敵倒してっていうムービーになりがちじゃないですか。でもそのちゃんとその立ち回るんだったらそれってあんまできないですよね。まあ、その分そのイモる人とかサイレントとかも増えますけれど、まあ、それはでも出し立ち回りなんで、なんかそういう感じでしていくとすごい通常マッチのね連動っていうのも上がっていきつつ、なおかつその人も増えると思うんで、割とまあなんかいい手段なのかなっていうふうに思いますね。まあ、運営からするとまあやっぱり無限に取得されてしまうことによって何かしらそのほころびが生まれてしまった時に、まあ、ポイント増やされすぎて、まあ、勲章増やされすぎるっていうのがあると思うんで、まあ、ほぼ達成不可能なぐらいの一応上限っていうのを設定しておいて、まあ、それで一応ゲットできますよみたいな感じにしているとなんかすごいいいと思うんですけどね。はい。まあ、でもやっぱ運営からしたらリスクがあるかもしれないですね。自分たちがバグを発生させるってことを前提で、まあ、作っている節があるんで、まあ、もしもそのバグが発生した時にリカバリーができなくなる可能性っていうのが出てきたりしますんで、その辺考えるかもしれないですね。で次ですね。1500試合以上とか無理じゃないですか。スペシャル精鋭のやつと、まあ、あれ難しいですよね。スペシャル精鋭部隊っていうね、まあ、なんか特殊な、まあ、いろいろそのコア行動のことに関する、まあ、口出しできるようになるみたいな感じの新しいですね。まあ、機能みたいな。この間もありまして、最近またサイド募集出ましたけれど、1500試合以上はだいぶ難しいですよね。課金、精鋭13以上で通常バトル1500試合以上。あともう一つなんか条件ありましたけれど、もう忘れましたね。はい。1500試合以上って、確か1シーズンでやったっすもんね。1シーズンって3ヶ月ですよね。で、3ヶ月って言うと90日。90日で、まあ、通常バトル1500試合って考えると、まあ、1日まあ、20試合いかないぐらいやってないと。平均して、毎日やってて、なおかつ20試合いかないといけないわけなんですよ。20試合って言うと、まあ、その、戦闘時間の短い遊園地とか、まあ、孤島しかしてないですよっていう風に考えても、まあ、1試合10分で計算して、まあ、200分はプレイしとかないといけないわけですよね。だいたい3時間とか4時間毎日、コア行動してないと、20試合いかないと。でも、アベレージなんで、1日でもその休むと、もうちょっとその、他のやる回数っていうのは増えていきますし、ね、1日、アベレージで20試合、いや、結構難しいですよね。まあ、20試合到達するときっていうのも、まあ、あるとは思うんですけれど、まあ、そんなすぐではないと思いますし、まあ、嵐で回っていたら20試合とかもう本当にね、7時間とか8時間とか、下手したらそれぐらいかかってしまうんで、まあ、よっぽど公約行動やってる人じゃないと、その条件って達成難しいっすよね。うん。まあ、それぐらいでいいぐらいの、まあ、機能っていうことなんでしょうね。はい。これを運用している人は、なんかその、結構人を絞りたいっていう風に考えられているみたいなんで、入れる人をですね。まあ、入れる人を絞りたいっていう風に、まあ、思われているのであれば、まあ、この方法で正解っすよね。間違いなく公約行動好きな人しか、まあ、集まらないんで、それでいいんだったらそれでいいと思いますわ。
して